すごい。何これ。いやすごい。今メルセデスミュージアムの駐車場に今止めたんですけど、駐車場がもうなんか博物館の要素が、この時代からでもあれなんだね、タクシークリーム色なんだね。 240D なんだ。わわわすごい。わすごい、4000万オーバーってと。そうですね。マジか。はい、今日はシュトゥットガルトにあるメルセデスミュージアムに来ております。ちょっとこれから中に行ってメルセデスのお勉強をしていきたいと思います。早速入り口なんか 6x6 が飛ばしたりとか、下にあのマイバッハランドレーが飛ばしたりとか、えらいことになってるんですけど、そしてこの場違いな格好、はい、ポンコツなんでご了承くださいませ。はい、ちょっと一応なんかその日本語であの解説してくれるやつも貸してくれるみたいなんで、ちょっとそれ聞きながら勉強して、なんか面白い車があれば紹介したいと思います。行きましょう。まずすごいのがね、この案内のこれ、この展示の前に行くと勝手に読み込んで、もう全部日本語で案内が始まるって。で、ちなみにこれがダイムラーとマイバッハが一番最初に開発した4サイクルエンジン。ここから現代の内燃機関積んだ車の歴史が始まってるみたいです。で、これが奥のこれか。この車に積まれてるってことか。そうだね。なんか振り子時計に似てることから大時計っていう通称で名付けられてるみたいです。これ何、もう水冷になってんのこれから。違う、どうなってんのこれ。ね、もうこの時点で水冷ってこと。すげえ。エミル・ジェリネック最初はビジネスマンで、うん、オーストラリアに住んでて、はあ。でその人がレース始めてダイムラーに作ってもらったエンジンの名前がそのメルセデス。ちょっとね進まねえ全然メルセデスのお父さんがマイバッハに注文したのが、でこれでレースで勝ちまくってディーラーもやつだったじゃん。そう。今のメルセデスになった。で、まさかのメルセデスは生涯無免許。メルセデスがどういう意味で、どこからスタートしているのか、ランドレーがどういう意味なのか、マイバッハさんがどういう生き方してきたのかっていうのが全部見えますね。すごい車発見いたしました。これがメルセデス・ベンツ1255。ダイムラーとベンツが合併して、メルセデス・ベンツになった一番最初の車みたいです。絨毯とか敷き詰められてたり、シガーソケットがついてたり、シガーライターです。贅を尽くした快適に旅行ができる車っていうことみたいです。ちょっとメルセデスミュージアムは規模がちょっと半端じゃないですね。トラック、バス、もうあらゆるものが、ちょっとポルシェミュージアムとはまた違った感じの博物館です。すごい。なんかレーシングカーをいち早く改装するためのキャリアカー、積載車みたいです。実際はそんなに使われなかったけども、この驚愕のスペックにものすごく宣伝効果があります。
こちらがメルセデス一番最初のスポーツカー 300SL でございます。ポンコツな僕でも見たことあるなと思ったら、一番最初のスポーツカーがこれみたいです。すごいの発見いたしました。僕が知らなかっただけかもしれないんですけど、これが今の63シリーズにつながる63のご先祖様です。当時の本当に 6.3 リッター発表された当時、あまりのスペックにドギモを抜いたらしいです。ポルシェとかジャガーと戦えるぐらいのスペックがあって、このリムジンというか、まあ、今でいうセダンですね、とてつもない車。これがメルセデスベンツ 300SEL6.3、 これみたいです。すげえ。これはすごいわ、全然知らなかったわ。なんかもうメルセデスじゃなくて、なんか車の歴史から学べる、まあ、メルセデスが一番最初だからまあ当たり前なんだけど、車の歴史から学べて時代背景とかも一緒に見ていけるっていう、まあ、すごくためになる博物館ですね。車好きだったら一回来ればかなり勉強になる、そんなメルセデスミュージアムでした。広くて歩きやすいですね。そうだね、見やすい。展示もねすごくなんかこう、まあ、あの音声のやつもそうだし、もうあれも全部自動だしさ、展示もすごく見やすいし、なんかちょっとその体験したりなんていうのも結構あるんで、かなりで、やっぱり日本人もかなり多かったですね。いろいろすごい、やっぱりメルセデス圧倒されました。もう3時間ぐらいです、はい、ちょっとご飯食べて食堂でエスクラスパスタを今回、パナメーラパスタあったからちょっとエスクラスパスタないかなと思ってるんですけど。